大体の前、大震災で壊れた後、大体こう、それに焦って作られてた。これが、日本産ですけども。まあ、その廊下に、板屋があったのかと思いますけど、あとはそれ、小廊下って一応書いてありますが、これは門のところに行ってた。ここに書いてありますように、これは日本、かやぶきの味という日本館ですね。これは今の日本館ですね。で、中はまあ、こういうような形で、割り広い日本間があった日本館ですね。で、この建物を巡りまして、周りはこれ全部情勢とかそういうのを聞いたと聞いてますね。どうも。はい、ゆっくりお願いください。足元気をつけてください。はい。皆さん、こういう車であそこの資料をいろいろご覧になりましたんですが、伊藤博文が尊敬した試験場というのは、この向こう側にあったんですけど、今、吉田にありますけど、大久保と岩倉と共に何で歌われたのか、そういったパワーを持って、初公演してるという、木戸公園ですね。あと、ちょっと木がまた足元に気をつけて。一周してきた。ここに出るんだ。これも新しいやつですね。ああ、そうですね。今見た、あっちの良かったものだけですね。先ほど説明しましたように、こちらの方は再入場できませんので、ご了解ください。はい。